VS 嵐は、フジテレビ系列で2008年4月12日から2020年12月24日まで放送されていたゲームバラエティ番組。嵐の冠番組の一つ。嵐のメンバーがゲストを相手に様々なアトラクションゲームで対決する番組。生嵐ライブストームから続く土曜午後の嵐の冠番組では初めてハイビジョン制作及び、 プライムゴールデンタイムでの特番が放送された。放送開始から2009年9月19日までは、毎週土曜日12時59分13時30分の、バニラ気分、第2部にて放送されていた。同年7月26日の、FNS26 時間テレビ内での生、放送スペシャルにて、ゴールデン進出を発表。 2009年10月22日より毎週木曜日19時19時57分のゴールデンに進出、全国ネットに昇格した。同時に番組ロゴとスタジオやゲームのセットをリニューアル。なお、木曜19時代の VS 嵐と木曜20時代の奇跡体験。アンビリバボーとの接続は一部の回を除いてステブレレスで行われる。 2013年9月5日より番組連動データ放送を開始。2015年5月7日より番組ロゴとスタジオのセットを再びリニューアル。2019年1月31日放送分の冒頭では同年1月27日に2020年末での活動休止を発表した嵐のメンバー5人からのコメントが放送された。2020年3月より 新型コロナウイルスの対策として各局が収録の観覧を中止したことを受けて、当番組も同年3月19日放送分を最後に一般客の観覧を中止し、翌週3月26日放送分から7月2日までは無観客で収録を実施。さらに5月14日放送分以降はリモート形式での収録が導入された。 2020年7月9日放送分から最終回まで芸能事務所に所属する若手芸能人やお笑いタレントがリモート形式で観客として参加。同日以降ソーシャルディスタンスに配慮した上で徐々に通常形式での収録が再開されていった。2020年末をもって嵐が活動を休止することに伴い同年9月10日に12月をもって 番組が終了することが発表された。最終回は、同年12月24日19時22時48分に4時間の生放送拡大版で放送され、最終決戦と題して、幾田斗真率いる打倒嵐、連合軍と生対決を行った。結果は、連合軍の勝利となり、嵐は、最後の戦いを勝利で飾ることができなかった。 対戦終了後に嵐5人がそれぞれ感謝のコメントを述べ12年8ヶ月間の放送に終止符を打った。なおと番組はフジテレビ系列で木曜19時代の1時間枠のバラエティ番組で最も長く放送された番組となった。2021年1月3日からは本番組の後継番組かつリニューアル版である VS 魂の放送が開始された。 MC は、相葉雅紀が務め、本番組のコンセプトを踏襲した上で、ゲームが一新されている。別室にて、実況、番組進行。2016年11月10日、放送分から、最終回までは、フジテレビの男性アナウンサーが、週替わりで担当していた。太字は、フジテレビアナウンサー。様々なゲームで対決を行い、総合得点で勝敗を決める。 ゲストチームは5から8名程度、嵐チームには、プラスワンゲストが1から3名参加する。メンバーには、登場時まで、誰が来るのか知らされない。対決が予選と決勝に分けられ、優勝は、特別ルールで行う最終ゲームにて決する。各回の内容優勝、勝利したゲストは太字で表記。ゲスト名の、内は人数。タレントバラエティ番組等、ドラマ、 映画、アスリート2008年4月12日放送分から2013年4月25日放送分、2016年11月3日放送分に実施。円形ステージの天井から設置された4本の金属棒のうち、相手が選んだ2本を伝って落ちてくるパイプをつかむ。先行、後攻に分かれ、1人ずつ、パイプキャッチ、パイプチョイスを担当。 2016年は3回オープニングチャンスにて行われ、嵐が、チョイスゲストが、キャッチのみを担当。2008年4月12日放送分から2020年5月7日、放送分まで実施。エリアが4分割された円形の自動回転テーブルに、各チームが2組に分かれて交互に立ち、一人ずつ、指定位置にコインを積んでいく。 積み上げたコインを倒したチームが敗北となる。2008年4月12日放送分から2020年12月24日放送分まで実施。二人のクライマーが交互に岩壁を模した壁をロッククライミングの要領で登り、設置された得点ボタンを押していく。制限時間は120秒。障害物、ボタンの個数と、 配点2008年4月19日から7月19日放送分まで実施。1名が幅40センチメートルの橋の上に立ち、正面から次々に発射されるボールを掴む。制限時間は60秒。橋から落下した場合はゲームオーバーとなり即終了。2008年7月12日放送分から2020年12月24日放送分まで実施。 頭上にカゴを背負ったランナーがベルトコンベアの上を走りながらピンボール台を模したスマートボールから落ちてくるボールをキャッチしていく。制限時間は60秒。2008年9月13日放送分のみ実施。レール上のスケートボードに乗ったサーファーを押し、停止位置に応じた得点を獲得。双方2回挑戦。 2008年11月29日放送分から2019年9月12日放送分まで実施。相手が守る上下段2つに分かれたゴールにトランポリンでジャンプしながらハンドボールの要領でボールをシュートしていく。先攻、後攻に分かれ、2人ずつシューター、キーパーを担当。制限時間は60秒。 2009年4月10日のスペシャルから2016年12月15日放送分まで実施。ボーリングがベース。高台のアプローチからバンクに向かって二人が、同時にボールを斜面へ転がし、U ターンさせた反動で左隣にあるピンを倒す。1フレームで2投を行う。ピンの並び、本数。 配典2009年10月22日のスペシャルから2018年4月12日のスペシャル2020年9月24日放送分に実施ジャイアントもしくはマッチョ君と呼ばれる巨大オブジェの足場となるブロックを各チーム交互に沈めオブジェを倒したチームが敗北となる2009年11月12日放送分のみ実施両チームが 交互にレールをつなげ、一両の汽車を進めていく。2010年4月8日のスペシャルから2015年2月12日放送分まで、実施。縦、横5部屋5階建ての立体迷路に3人が入り、5階の、天井にある、計24枚のビンゴマスを開けていく。制限時間は3分。2010年4月8日のスペシャルから2020年12月24日。 放送分まで実施。北京台を挟んで6人が立ち、発射されるパックを各自が、可動式のフリッパーでハス向かいに打ち返していき、6人目が左右に動くゴールにシュートする。制限時間は60秒。2010年10月14日のスペシャルから2019年11月14日の第1回、ミスター VS 嵐まで実施。カーリングがベース。 V 字型レーンに各チーム3人が入り、交互に手持ちのスティックでストーンを合流地点にあるハウスへ滑らせる。2戦を行う。2011年4月7日のスペシャルから2020年12月24日、放送分まで実施。サッカーがベース。チーム全員が3つのエリアに分かれて、横並びで立ち、ベルトコンベアを流れる缶と板で組まれたターゲットに、 各エリア交代で一人ずつ、ゴムボールをシュートして倒していく。2011年10月27日放送分から2018年5月3日放送分まで実施。海賊船を模したセットに転がってくるボールを6人で選手まで運ぶ。コースはピンクグリーンオレンジゾーンに分かれ、穴、柵、ポール、羽車が設置されている。 各ゾーンに二人がセットを挟んで立ち、一人につき二本の上下するレバーを操作してコントロールする。2012年3月29日のスペシャルから2019年5月30日放送分まで実施。嵐5人が考案、開発に携わった。チーム同士でディスクをパスしていき、最後の一人がネットでキャッチする。この間、相手チームはバズーカで妨害する。 先行、後攻に分かれ、攻撃側の4人が、パサー、シューター、レシーバー、守備側の2人が、バズーカを担当。制限時間は60秒。2013年1月3日のスペシャルから6月20日放送分まで、実施。3人の、ヒッターが、交代で1人ずつ、円形の、フライパンステージに立ち、曲に合わせて周囲から打ち上げられるボールを、 手持ちのラケットで正面のポイントゾーンに打ち返していく。2014年7月17日放送分から2016年3月3日放送分、2018年5月24日放送分に実施。各チーム2人が各自、スイープカートに乗り、フィールド上のボールを四隅にあるゴールに入れていく。制限時間90秒の対決を2回行う。 2015年7月2日のスペシャルから9月24日放送分まで実施。ビリヤードテーブルを模したフィールド上で各チーム3人が交互に手持ちのスティックでストーンを打ち、6箇所あるポケットに相手のストーンを弾き落としていく。2戦を行う。2016年3月24日放送分から2020年4月23日放送分まで実施。 数ある風船のうち、黄色い風船を、チーム全員が吹き矢で狙い撃つ。計算セット挑戦し、制限時間は、各20秒。割った、高風船1個につき5点。パーフェクト達成で、ボーナス30点が加算。2017年3月23日放送分から2020年12月24日、放送分まで実施。ボーリングがベース。 6から7人が、広幅のレーンに、横並びで立ち、ベルトコンベアを流れるピンを倒していく。プレッシャーストライカー2019年11月14日、放送の特別企画、ミスター VS 嵐の、決勝ステージにて初実施された、派生バージョン。2018年4月12日放送分から5月10日、放送分まで実施。各チーム1名が、 円形のレールに設置された椅子に座り、ハンターがターゲットを追う。制限時間30秒。2019年1月3日のスペシャルから2020年2月20日放送分まで実施。戦術のバウンドホッケーを対戦形式にアレンジしたゲーム。斜面半円形の巨大ホッケーリンク上で各チーム3人ずつがパックを打ち合い、相手チームのゴールに入れる。 制限時間は90秒。2019年3月28日放送分から8月8日放送分まで実施。工術の特別企画、矢の嵐をレギュラー向けにアレンジしたゲーム。弓矢を使用し、ターゲットごとに回転しながら競り上がる的を射抜く。的は10点、20点、30点の3種類で、得点が大きいほど的が小さい。 2020年3月26日放送分、4月30日放送分の2回のみ、実施。レーン上にランダムに競り上がって出現するゴールに、向かって、パックをシュートする。前後セット。2016年以降は、ゲストチームや、プラスワンゲストの人物、ドラマ、映画、スポーツなどにちなんだゲームが多数行われていた。チームワーク対決バンプズモー嵐マイナスイ グランプリベタ嵐、バラ嵐クイズ松本潤、カオミックス対決スマホ早打ちシリトリアの、嵐方かな嵐ジェスチャー嵐ダンス時計対決、この他に行われたゲームは通常放送会。ミスター VS 嵐スタジオや別室にて行われる。2010年から2014年1月まで、エンディングコーナーが設けられており、一時期は、嵐チームの勝敗に応じて内容が分岐していた。 詳細過去の主なスタッフ、ありがとうございます。